来月6日から開催される仙台光のページェントに向け、欅に電球を取り付ける作業が始まりました。青葉区の常禅寺通りでは、昨夜から LED 電球の取り付け作業が始まりました。作業は今月25日まで行われ、去年より150メートル短い450メートルの区間に45万個の LED 電球が取り付けられます。師走の冬の夜空を見上げていただいて、暖かな光を見て、優しい気持ちになっていただきたいなというふうに思っております。仙台光のページェントは来月6日から25日まで20日間開催され、実行委員会では運営資金確保のため各種クラウドファンディングへの協力を呼びかけています。